君ともにちょっと年末に怪我したので、じゃ若干元気ありません。ナギです。まあ、だいぶ良くなりつつありますけど、まだ足、左足と喉がまだ完璧に治りません。声が高音出ません。これだけが一番強いね。歩かれへんのはそのうち治るやろけど、喉も治ってくれるかしらと心配です。次はドリカムの未来予想術いきます。卒業してからもう三度目の春、相変わらずそばにある同じ笑顔、あの頃バイクで飛ばした家までの道、今はルーフからの星を見ながら走ってる、私を降ろした後あの曲がるまで見送ると、いつもブレーキランプ5回点滅、愛してるのサイン、きっと何年経ってもこうして変わらぬ気持ちで過ごしてゆけるのね、あなたとだから、ずっと心に描く未来予想図は、ほら思った通りに叶えられてく。時々二人で開いてみるアルバム、まだやんちゃな写真たちに笑いながら、どれくらい同じ時間二人でいたかしら、こんな風にさりげなく過ぎてく毎日も、二人でバイクのベッド向かいぶつけてたあの合図サイン、変わった今も同じ気持ちで素直に愛してる、きっと何年経ってもこうして変わらぬ想いを持っていられるのもあなたとだから。
ずっと心に描く未来予想図は、ほら思った通りに叶えられてく、ほら思った通りに叶えられてく。でした。投げでした。できたら。お友達になってほしいので、友達になったら登録してね。お願いします。